ね、この間思った。おはようございます。おはようございます。松坂慶子です。はい、この間松坂慶子来たら嘘とか言ってたんですよ、その前に。嘘、本当に来たらしたもんですからびっくりしましたよ。お、本当ですか。そう、このレオタード着てこなきゃいけないなと。今日着れないから代わりに黒いレオタードっぽい服できました。嘘です。今ありがたい話してくれって言われたんですけどね、何を出してるの。なんかあれ見たでしょ、こうアリンコが旅行したらしいですよね、この間。どこ行ったのって言ったらタイ行ったって言うからね、ありがたいって話。ありがたい話でした。以上です。ってなんか種まいたんで、誰が誰か。あ、本当ですか。そっか、ありがとうございます。はい、で、どうしようかな。今日ちょっと短めに話そうと思いますけども、2つ、なんか今日ちょっとアレルギーの話と、まあ、せっかくだからまた色のお話しようかなと思ったんですけど、一応カラーセラピストなのでと思ったんですけど、今日5分間でちょっと話そうと思ってます。どうしようかなと思って、どうしよう。あのですね、私は切らないよね。私ちょっと個人情報なんで何かは言いませんけれども、某食品のアレルギーなんですね。あ、ご存知ですか。食品アレルギーになったんですよ。それがいいんですけど、言っちゃダメなんですか。あ、その限定されちゃうので何のアレルギーかは言わないですけどね。某食品のアンパンのアレルギーとかそういう感じなんですか。あ、まあ、ちょっとね、とあるよく食べる、絶対なんかほとんどの食べ物に入っててないものを探すのが大変なぐらいの、あのものなんですけども、アレルギーになったんですね。で、私ね、結構やっぱり偏る偏食だった、んですよ。で、子供の頃からまずご飯食べない子だったんですね。ご飯食べないでお菓子ばっかり食べたんです。で、はい。で、親が、なんかね、父親が、なんか知り合いで、崩れたクッキー、梱包できない工場で失敗したクッキー、を、なんか段ボールで、格安で、買えるからって言ったけど、段ボールで、カトンとどっさりこのぐらいの崩れたクッキー。でも味は全然クッキーなんですよ。それで、あとね、コーラ。コーラも、あ、違う、サイダーだ。サイダーも、なんかいっぱい安いから知り合いにいるからって言って、で、カートンで買ってきたんですよ。今カートンって言わないのかな？カートンでね。それで、カートンってタバコだけじゃないの？ダースじゃないの？ダース？あ、カートン。カートン。ジュースってカートンっていう？昔なんかこういう、よくベッド、カートンベッドって作ってたんですけどね。ビールの入ってるカートンを逆さまにして、ベッドを、布団引けるぐらいの広さにして寝てたんですけどね。まあいいや。だからカートンっていう。あ、まあいいや。まあそんなね、サイダーも瓶でこう、今、で瓶で売ってないですけど、ペットボトルとかですけども、それで、それを毎日食べてたんです。ご飯も食べないで、またお菓子ばっか食べてとかって言われて。だからこう、おかしい子になっちゃったんですけどね。まあ、ここで終わってもいい感じですけどね、今ね。もうこれ、オチにしていい感じですけど。そしたら、そんなことをしてたら、ある日なんかね、硬いものを食べたんですよ。そしたらね、ガリって言ったの。で、私なんかクッキーになんか入ってたんだと思って、硬いものが。こうやって口から出したんだけど、クッキーしか出てこない。うん、ガリガリ君、そう、当たりって違う。ガリガリ君の当たりじゃないよ。そしたら、硬いもの入ってるのとクッキーなんですよ。そしたらなんか白いものがあって、歯だったんですよ。歯欠けたの。本当に。いやいや、自分の歯が。そしたら歯が、私の歯が欠けてた、奥歯が。そして、と思って、歯欠けたと思って、そんなびっくりしなかったんです。そういうことが3回ぐらい続いたんですよ。で、本当によくコーラ飲みすぎたら歯溶けるぞとか、炭酸と砂糖の組み合わせっていうのが、歯溶けるぞって、多分親の脅しだなと思ったんですよ。で、私バナナも大好きで、バナナもよく食べすぎる。もう一房全部食っちゃう子だったので、食べちゃう子だったので、鼻血出るよとか言いません？子供に、親が、子供にもそれ以上食べさせるのやめさせるために、鼻血出るよとか、おねしょするよとか言ってやめさせますよね。そういう言葉だと思って信じてなかったんですよ。さあ、見事に歯がもう、が折れて、もう本当歯がね、崩れてったんですよ。それで歯医者に行って、痛い治療して、もう痛い思いしたんですよ、本当に。食いしばりすぎちゃったの？いや、もう歯が溶けたんでしょうね。糖分取りすぎです。本当にご飯食べないで、クッキーとサイダーばっかり飲んでたんです。そんな子供時代をして、もうだから奥歯、ほとんど銀歯です。本当に。うん。
横浜銀歯ね、その銀歯じゃないですけど、ええ、それでそれで大人になって、うん、いや、そうだから、うん、そんなことがまずあって歯がボロボロになったって話と、あと大人になってから一人暮らしをして、やっぱりまたそのご本当にご飯、白いご飯やっぱり子供の時からよく食べなかったんです。でパンが大好きで、まあパンとかあと麺、もうパスタとかもううどんが大好き、麺ばっかりで、イケメンも食べてたしね、うん、で食べ過ぎてたら、まあちょっとそういうよく入ってる成分のとある某食品アレルギーになってしまって、それはね7年ぐらい前になったんですね。で、あのもうそれを食べるともう全身がわーって腫れて、ちょっとあのもう死にそうになったんですよ。アナフィラキシーショックになって死にそうになって救急車に運ばれたりとかして、でも何が言いたいかっていうと、やっぱりね食べ物っていうのは偏るとアレルギーになったり、そうやって歯がボロボロになったりするなっていうのはよく分かりました。だからやっぱ親の言うことは正しいなっていうね、っていう話です。はいっていうオチなんですけどね。だからどうしたらいいかっていうのはこの後あの杉山さんと青木さんが話してくれるのであとね、ちょっとあの今日時間なかったんだけどね、5分経ったかあのこういうね、じゃあ次回予告っていうことで、予告こういうね、赤いセロハン、これも持ってきたんですけど、赤と青いセロハン。で、色を見てると、本当になんかその脳下垂体に、あの、脳を刺激して、あの、体とか心に影響があるんですね。っていうので、ちょっと赤いセロハン、こうやって見ながら太陽を 見続けたり、こう、青いセロハン見たり。そうそう。うん。あ、太陽っていうか、太陽、直接見たらダメですよ。うん。直接見たら、あの、目がね、変わっちゃうからダメですけど、こうやってやることによって、10分とか20分とかあるんですけども、それによって、そこの、あの、また色によって、体の部位にね、あの、ちょっと、影響がちょっと良くなるっていうのがありますけど、それは次回、続きは次回っていうこと。はい。こんな感じで、次回いつなるか分かんないですけど、はい。こんな感じで終わります。はい。ありがとうございました。今日はオチがないのね。最初に言っちゃったからありがたい話。おはようございます。寒くなりましたね。寒いですね。うん。自宅のね、うちのあの机の上にね、最低最高温度計っていうのが置いてありまして、1日のうちに最高の温度と最低の温度があの分かるように、中にねこう最高でこう なんか置いてくるんだよね。高い時こう上に置いてきて、下がってくる時はこう低いところになんか棒みたいのを置いてくるもんで、今日の最高温度とか最低気温とかで分かるようになってるんですけどね。んでピース、車に朝ね、車で来るんですけれども、車に乗ると必ずやることが、これアウトプットテンパラチャーをいつも押すんですよね。体感温度とその外気温がどのくらいリンクしてるのかな、自分の体感と実際の温度っていうのはね、ちょっとたまに乖離する時があって、自分ではそんなに寒いつもりないんだけど、外の温度があれ今日4度しかないよとかね、今日あったかいよねって、でたまに今日寒いなと思ってかだあのアウトプットテンパラチャーチェックすると、意外とあったかい日だったり、あれあったかい日なのになんで今日俺寒いんだろうとかいう日があるんですよね。だから自分の体がなんとなくこう冷えてるんでしょうね、寒いんだからね、冷えてる、寒いなっていう時と、あの外気温に比べてなんか体感はあったかいっていう日があるんですよ。多分それが体調になるんだと思うんですけどね、うん、体調で、まあちょっと話変わるんですけど、よくあの手をこうほっぺたにくっつけると、まあ冷たかったりあったかかったり、右が異常に冷たかったりしません？体温ってね、こうこっちで測ったりこっちで測ったりすると体温違うのが分かるんですよね。違うんですよ。で例えば夜寝るときこっち側ばっかりこう傾いて寝る人は血流悪くなってるんで、多分こっちが体温低いと思うんですね。で例えば今日肩凝っちゃってでこっち側触ってる人は、多分そっち側の肩が
肩っていうかこっち側の血流が多分悪いんだと思うんですよ。だからそういう時には血流を良くしてあげないといけない。で、簡単に上げる方法としては肩回すっていうことですよね。よく40、50になってくると肩が痛くて上がんないんだよって人も結構見かけるんですけどね。40なんですか？50なんですか？いくつ？20。いつでもいいです。ちょっとダイソーでね、こう肩回してあげてください。で、もう痛いなと思ってる人はしつこいぐらい回してください。で、しつこいぐらい回してって言うと、これ結構アバウトな言い方だと思うんですけどね。しつこいってどのくらい回せばいいと思います？しつこい？わかんないよね。肩回してって言うと、だいたい2、3分。この2、3分でしょ。結構回したっていう方がね。うん。だから、治るまで回してくださいって言うと15分とか30分とか、うん、で体があったかくなるまで回してくださいって、もうしつこい、それがしつこいでね、しつこいぐらい回すと体本当にあったかくなります。さっきから実はね、ここで聞きながら僕は回してんだけど、脇の下汗かいてきちゃった今ね。さっきね、僕薄着だって周りの人言うんだけど、薄着じゃなくてちょっと体あったかすぎちゃって、ちょっと汗かいてるような感じですね。どんな汗ですか？小林汗すいません、なかなかこう反応が悪くて、反応いろいろね、汗って言ったら小林汗って言われて、ね、分かりました。親父ギャグ評論家には 笑ってあれですか、免疫力を上げる。そう、笑うと体温が上がるんです。体温が今インフルエンザが流行ってるみたいですね。インフルエンザワクチンとか打ってる人いるみたいですね。まだね、昔僕もね打ってました、信じて。だけどインフルエンザワクチン打ってもインフルエンザにかかるんだよね、不思議と。うん。でどうもね、インフルエンザワクチン打っても予防にはならないみたいなんだよね。ほんで前ワクチン打ちに先生のとこ行った時に、先生に直接僕聞きました。ワクチンの注射を打つとインフルエンザにかかんないんですか？イエスとは言わないよね当然先生ふじゃ当然打ってるんですよねっていうのを聞くと、それもイエスと言わないんだよね。あ、打ってないんだこの先生、なんで打たねえんだろうと思うじゃんね。先生毎日ね、そのインフルエンザにかかった人が毎日来るじゃないですか。そうですね、来るのになんで風邪ひかないの、インフルエンザにならないのって聞いたんですよ。なんつったと思います？まあ当然予防してるからなんだけど、患者さん見たら必ず手洗いで、ここにあるお茶でうがいしますよって。僕は思うに、風邪って、風邪もそのインフルエンザ流行ってる時も冬だよね、こういう時だよね。冬って乾燥してるじゃないですか。乾燥してるから僕はね、風邪ひいたりとか、その菌がこう喉に付着するんだと思うんですよ。だから常に、僕いつもやってる健康法として、お湯を飲む、常に湿らす、喉もね、乾燥してる、常に湿らせられない時は、湿らすことができない時は、壊せる、これ壊せるね。これでセブンイレブン行っちゃダメですよね。これでコンビニ行ったらね、ほんとね、お店の人に何者だって言われちゃいますからね。うん。敏感もダメですね。で、実はこれね、これいい、ネックウォーマーね、これ僕今5つぐらい持ってるんですけども、この間2個また新規で買っちゃったんだけど、99円1個。めっちゃくちゃ安いですね。マイクロ、なんだっけ、フリース、ワークマンって結構ね、頑丈なの売ってて、頑丈なの買いに行ったつもりが、値段につられて99円で買って。頑丈なのも300円ぐらいで売ってんだよね、ワークマンね。安い。ああ。おすすめ、99円。というわけで、体を温める工夫を皆さん、してみてください。こんにちは。
もう親父はもう帰らなきゃいけない時間になりましたけれどもね。ちゃっちゃと第92回新健康勉強会。こんな感じですか。あ、92回。疲れてるね、飲みすぎ。いえいえ、何も飲んでないですけどね。じゃあちょっとね、今ね、実はね、新しい洗浄剤を開発中で、昨日またできちゃったんですよね。研究中だね。これがまたすごいもんですから、ちょっと眠れなくなって、もう。いえ、ちょっとね、今度ね、一気に お金持ちになるのかと思っていろいろ考えてるんですけど、今度ね、今、新しい洗浄剤はね、あれ、光触媒をやっぱりちょっと導入しようということで、酸化チタンっていうのがあるんですけどね。これがめっちゃすごいですね。紫外線が当たると活性酸素を発生させて汚れ分解しちゃうってやつなんですけどね。で、うちの、まあ、水もオゾン処理してるんで、まあ、OH ラジから出るんですけど、それにまして、光触媒の技術入れたら相当すごい分解能力がつくんじゃないかなと思ってね、今やってるんですけれども、まあ、それができればね、まあ、一気に大金持ちになる可能性が出てきますんでね、またぜひね、生活に困ってる人いたら来ていただければいいんじゃないかと思うんですけどもね。まあ、それで今ね、ちょっとね、それやりながらね、いろいろね、調べてるのがね、この間出てきたのが、なんですか、窒素リン酸カリですね。作物作るのに、化学肥料与えますよね。これ窒素リン酸カリって、この3つ与えるんですね。そうすると、こう、ニョキニョキ出てくるよっていうのが化学肥料みたいなんですけども、どうしても過剰に入りすぎちゃうみたいなんですね。で、一番問題なのは、どうも、窒素みたいです。窒素が過剰に入ると、青い葉っぱの野菜ってありますよね。あれめっちゃ青くなるんですって。だもんですから、よく売れるじゃないですかね。だもんですから、農家はバンバンそのまま出すらしいんですけど、さっき親父も言ってましたけどね、自分で作ったもん食わねえって、ね、言ってましたけど、基本的にはそういう風になってるんですね。青してる方が売れるわけですよね。でも、窒素がいっぱい入ってると、青くなる。あと前言ったのが、腐っちゃう野菜ってありますよね。冷蔵庫入れてて腐ったとかありますなんか。経験あります？まあ、あれも窒素が多い証拠ですから。窒素が少ないちゃんとした野菜っていうのはね、しなびてくみたいですね。腐らないらしいです。そうそうそう。だから人参なんかもそうですよ。これどん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 ちっちゃくなって、こう、じいさんみたいになっちゃったりとか、なりますよね。あれは、ちゃんとした野菜っていうのはああいう風になるみたいです。しわしわになってくるみたいですね。そうそう。でも、化学肥料で窒素が多すぎて、過剰に入っちゃってる野菜っていうのは、腐ってくる。そう。それは前も聞いてたんですね。で、しなびちゃったのも、また水の中つけると、生き返っちゃうんですよね。だけど、腐っちゃってるのは、もう腐っちゃいますから、もう生き返らないじゃないですか。だからもう生命入ってねえってことですよね、それだけ。だから腐るようなもの食ってたら、もう死んじゃうよってことですから、まあその辺も覚えておくといいかもしれませんね。で、あとこの間ネットに出てたのは、番号がついてるみたいですね。果物とか、輸入品にはバナナとか。4桁とか6桁とか9桁とかね。で、4で始まる4桁の、バナナとかは、もう化学肥料バンバン使ってるからとかね。そういうのが全部ナンバー表示してあるみたいですから。一般の人は分かるんですか？いう貼ってあるみたいですよ、シールが。ペタって。で、それも、こうね、どういうふうに作ってるかっていうのが分かる目安になってるみたいなんで、遺伝子組み換え使ってるとかね。あるじゃないですか。使ってないとか使ってるとか。それも全部数字でちゃんと、国際基準であるみたいなんで、そういうのも興味ある方は。小麦は全部ダメなんですか？え？小麦は全部ダメ。まあ、小麦なんかほとんど遺伝子組み換えしてると思いますからね。うん。それでね、あ、そうそうそう。それで、なんでそれにしたかって言ったら、その洗浄剤僕作るときに、僕はいつもこうシュシュってやると黄色くなりますって言いますよね。うん、トマトでも、みかんでも、あ、ごめん。トマトとか、うん、ご飯、ね。お米なんか、僕、ピューって書くと黄色くなるじゃないですか。うん、僕、あれ、酸化した油とかって言ってましたけど、うん、どうも調べてると、その、リンじゃなくて、何？窒素がたくさん入ってる野菜を湯がくと黄色くなるじゃないですか。うん、お湯が。多分、あれはそのね、過剰なリン酸、あ、じゃあ、窒素が溶け出してるんだっていう書いてあるんですね。で、湯がいた方がいいでしょ？湯がいて水が黄色くなりますよね。あれはもう化学肥料バンバン使ってる、ほうれん草らしいんですね。で、多分熱分解されて溶け出してくるんですよね。それが水の中に溶け込んで黄色くなってる可能性があるんですね。
そう。ほんで、それを体の中に入れると、発がん性物質になるってことになってるんで、それは取り除いてねっていうふうに書いてありましたけど、ですから多分、ほんで、あ、そう。ほんで、玉ねぎも真っ黄色になるじゃないですか。あれも多分、根っこの方に溜まってるはずなんですよね。結局、蓄えるためにあるもんですからね。ほんと、玉ねぎどこに蓄えるのってことじゃないですか。ほんとは、玉ねぎってあそこの実、ね、実っていうのは種根っこね、あそこに蓄えてるわけじゃないですか、栄養素を。ですよね。そうするとそこに全部その過剰なものも溜め込んでるわけですよね。そのまま食べるとえぐかったり辛かったりするじゃないですか。でもうちの水で洗うとものすごく美味しくなりますよね。洗いたてでもアクがないんですよね。もう食べて全然違いがわかるんですよ。トマトがすごいわかる。そう、トマトもそうだし玉ねぎもわかると思うんですけど、黄色いのを取り除いて水にさらして食べるともう全然違うんですよ。これで、それが毒だ毒だっていうのはね、ある、YouTube 見てみて、知ってたんですね。だから取り除いた方がいいよって言ったんだけど、何なのかも分かんなかったんですけど、多分その過剰な、窒素の可能性が、周酸体窒素とかって言ってましたね。また、興味ある方は、あ、すみません、小酸体窒素で検索していただければ、分かると思いますので、ですから、本当の味が分かるよね。調理っていうのはね、ただ洗って刻んで炒めて食えばいいってもんじゃないみたいなので、まあ、そういうのもね、ぜひ、発がん性物質はなるべく体に入れないようにしていただいた方が非常にいいのかなと思いますので、以上です。いいですか？トイレに行っといで。